おはようございます。お嬢スタンバイしてますけど、ポメも上がってきたね。あ、ポメも来るみたい。おもちゃ持ってきた。ポメだもん。おはよう。おはよう。ポメおはよう。うゆう。パトロールしゅんの？うん、行ってきていいよ。タブちゃんもおはよう。ラムちゃんおはよう。いちもいちも待っててくれてありがとうございます。一番におはよう来てくれてありがとうございます。うん、そうなの。ねえねえ、ポミだもん。ポミだもん、おはよう。ポミグもおはよう。おはよう。喧嘩になるね。でも、何？でも、一個一個するといつもこうやってやるんだよね。広い面を出そうとしてきますけど。触って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 、だからいつもね。ポミック、来たにょ。あ、ポミも。はいはい、よし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 。ポミが大好き大好き。うん、来てんの。よく。パーク今日お散歩。アスレチックパーク行って、花火あるか見に行く？毎年見に行くんだよね。大きいの歌あるんだよね。それ見んだよね。見に行ってみようか。うん、じゃあそうしようね。今日は花火を探ししていきましょう。サブちゃん初めてでしょ？一緒に探そうね。よし、じゃあサニクにもおはようしに行きましょう。おはよう、ラニク。いにゃいと思ったら、ここ入ってたのね。なんか、紙袋とか、いろいろ入れてるところに。最近ここ入ってるね。暑くなってきたら、ここ涼しいのかな。こもって暑そうだけどね。ダメちゃんに気づかれちゃった。で、今日も一日のんびりしゃんね。ここでね、過ごしてくださいね。ダメちゃんも入ってこれないからね。いいね。邪魔しゃれなくてね。うん。午後のお外探索タイムです。もうポミ何週目だろう、パトロール。今日もちょっと遅めなんだけど、昨日ね、お布団とかもいろいろやったから、今日かなりのんびり私過ごしておりまして、お外出ては入って、出ては入ってっていうのを繰り返してるんだけど、この子たちが行きたいって、ここドアのとこね、座ってたら出てくるみたいな感じで。で、今日はそんなにね、暑くもないかな。あ、参っちゃうなっていうほど暑くもなくて、風も結構あるから、風吹き抜けてくるとすごく気持ちいいし、日差しはきついけどね、日陰にいるとね、すごく今日は過ごしやすいかなと思います。あ、そう、この埃すごいでしょ。これどうしたらいいんだろうと思って、これを調べて自分でできそうだったら掃除しようかなと思ってるんだけど、メンテナンス出したいんだけど、カメラないとね、私このカメラ1台だけだから、予備がないのでビデオ撮れなくなるしと思って、まあこのカメラ買うまではね、 iPhone でやってたから iPhone で撮ってもいいんだろうけど、最近ね、フォーカスの合い方もおかしくなってきてるから、保証期間外にはなっちゃってるんだけど、このホコリのせいもあるかもしれないし、まあちょっとよくわかんないんだけど、もう調べてみようと思って、とりあえずレンズ開けられんのかな。とにかくこのね、ホコリを私は今どうにかしたいんです。多分撮ってもね、あの構造上ね、ホコリ入っちゃうんだけど、それでもね、自分でなんとかできる方法が分かったらさ、しょっちゅうお掃除もできるしと思って、こう向けてる分にはいいけど、ちょっとでもね、日の方に向けるっていうと、もうピカ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 光っちゃうでしょ。見づらいなとも思うし、せっかくね、お父さんが買ってくれたカメラだし、大事にね、使っていきたいから調べてみようと思ってます。ポミがまたパトロール始めたから、この一周が終わったらお家入ろうかなと思います。あ、横なったね、お嬢は。それでは6時ね、過ぎましたので、お散歩に行ってこようと思います。アスレチックパークまでね、歩いて行って、花火置いてあるかね、見てこようと思います。ちょっと川幅が広いから、ぴょんできるかな。ポミはしないな、ぴょんは。ジャバジャバだな。びちゃびちゃなっちゃうな。あ、びちゃ。あ、サブちゃんもど真ん中ついた。びちゃびちゃだ、二人とも。まあ、いっか。行きましょう。毎年そんなに人いないんだけど、今年は結構人がいますね、公園。リトルリーグの練習と試合してる仮材から、あれ、いつも通り花火置いてありますね。ちょっと近寄ってみようか。ごめん、花火見に行くって、これ植えるのかな、準備してるんだろうね、いろいろね。そうじゃ行っちゃったけど今年はここに積んであるけど、いいね、あったね。
サビちゃん植木の土に超興味津々だったけど、あれは砂か。お肌好きだからこの子たち匂い嗅いでる。いいねお花ね。食べちゃわなきゃママ植えるんだけどな。なんかこういうのに植えてゲートっぽくするのかね。匂い必死で嗅いでますけど。見たから帰りますか。ちょっと遠回りして帰る。 OK、 じゃあ行こうか。ど真ん中に人がいなくて端っこにいっぱい人がいるから、ど真ん中歩いて帰ろうと思います。あのアメリカ国旗も毎年恒例ですね。散歩行ったら必ず玄関の前にくっついてる。お家帰ってきました。まだあんよ吹いてない。ボメちゃん歯ねしもついてるでしょ。あんよ吹いてご飯にしようね。ね、おしご飯にしましょう。待ってたんだよね。ありがとうね。お利口だね。ちゃんと目合わせてママと。いい子でした。よし、ほって、よし食べなさい。ガニガニよ、ゆっくりガニガニね。うん、食べちゃうわ。はい、お手、おかわり、よし食べなさい。ゆっくりガニガニよ。お父さんのスリッパ持ってきたな、たぶん。ゆっくりガニガニしてね。お利口者です。ヨーグルトさん食べましゅか。お待たせしました。どうぞ。食べたのもありますよ。大丈夫ですよ。あるね。はい、どうぞ。お座りしてください。いい子でしゅね。はい。お手。おかわりは？お、お手、お手よ、おかわりよ。なんだ今の？あら、食べちゃった。そうね、今ママが悪かったで、よくわかんなかったもんね。そりゃそうだ。ごめん、ごめん。いいよ、ゆっくり食べて。で、食べちゃおう。お手、おかわり、お座りちゃんとして。そうね。お手、おかわり。手ついてないよ。はい、もう一回。お手、おかわり。もう一回して。お手、おかわり。よし、食べなさい。お利口ちゃん、食べちゃまーグベビー。はい、じゃあゆっくりね、食べて、お父さん帰ってくるまでね、のんびり待ってましょうね。お父さん帰ってきてるんですけど、そこにいるんだけど、必死。はい、お帰りして、お父さんに。うん。チしよう。うん、しておいで。いいよ、チしておいで。ね、ママも行く？分かった、じゃあ行こう。おいでって言われてるから行きます。ボメはチーしようねって言ったら絶対に時間かかるけど、コンディション整えて好きな場所行ってするから、出なくても形だけでもしてくれるのでやってますね。お利口者なんです。お嬢は出なければ出ないわよって言って持ち帰りたがるので。いいの、ダムちゃんは。ダムちゃんチーしよう。私は呼んでるよ。おしっこしてください。おしっこして。でサブちゃんね、5分後ぐらいに行くとか言ったり、この辺ぐるぐる3分ぐらい遊んだ後にトイレ行ったりするんだけど。タムちゃんチーは？チーないの？ご飯食べた子はチー出るんじゃない？帰るって。タムちゃんだけ居残りする？お父さんとママ火使ってるからもうお家入んないと。あ、お父さん行ったよ。行ってきて一緒に。ポミも言ったけど、あ、これ出ないですね。オッケー、じゃあ帰ろう。後でまた行こう。タムちゃんね、出るとき教えて。ご飯にしておりますが、なんかちょっとね、透け出て恥ずかしいんだって。今日ね、お父さんのお弁当用にコーンのご飯を炊いたので、残ったやつをあげたのと、アボカド豆腐と、この前のソックアイを焼いた塩とお酒で漬けといて、で、クマトとキムチと、この前あげたコーンドッグみたいのと、おひたしとナムルと、そのコーンをね、炒めたやつがまだあるから、まあ、バター醤油コーンみたいなやつですね。で、私昨日ね、サラダ食べきれなかったから、自分用のサラダだけ残ってて、ポミとサムのね、芽キャベツ残ったから、乗せました。以上になります。それでは、いただきまーす。お父さんと遊ぶあよって言って、これを思いっきりピコ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 耳元で鳴らしてたんだけど、遊んでもらえなかったらしい。また始まった。激しいですね、お嬢はね。上手だね、ピコピコね。上手。ママも遊ぶわよって来たんけど、こみあっちで見てんの。見てますね。
あれ遊ぼうって言ってるよ。あれお父ちゃんどこで鳴らしてんの？おかしいね。ないわねって言ってんの。どこやっちゃったんだろうね。ん？あったにょ。見つけたにょ。ん？すごいすごいすごい。階段の上だ。取ってきた。すごいな。あ、またの。あ、どこ今度。また階段の上だ。取ったわよって言って戻ってきましたね。激しい。今何時お父さん？10時17分。でもちょっと遊んだらね、お風呂入りましょうね。今日お父さん朝早かったし眠いからね。痛いよ。親指寝ておりますが、お父さんも寝ております。タニコおやすみ。あくびく。タニコ、私がね鮭を焼き始めたら起きてきて匂いを嗅ぎに来ておりまして、でね、ご飯食べた後にお父さんから、お父さん食べなかったね鮭の皮をもらって一口で食べておりましたが、まだないのかっていう顔をしておりましたけれども、サーモンの皮好きだねタニコね。サーモン好きなんだよね。コリアンマーケットにサーモンスキンだけいっぱい売ってたから、あれ買ってきて焼いてあげたら、タニ君食べるのかな。お誕生日それでもいいかな。皮好きなんだよね。どんなお魚の皮でも好きだねタニ君ね。シシャモもあるもんね、コリアンマーケットね。シシャモでもいいか。シシャモもお腹のところよりも頭とかのが好きなんだけど、卵さんよりも頭とかね、尻尾が好きだね。そういうのでもいいかもしれないねタニ君ね。タニ君が好きなやつがいいもんね、お誕生日はね。タニ君も11歳になるんだ。ちょうどサムちゃんと10歳違うんだね。そんなお嬢は親父の太もも枕にしてます。幸せなんですね、お父さんの愛の間。ねタニ君、もうちょっとねお誕生日についてママ考えさせてください。お願いします。今日も一日ありがとうね。ゆっくり寝にしてください。おやすみ。おやすみ。おやすみ。タニ君っぽい。おやすみくっぽい。おやすみ。ポミくん、おやすみ。ポミ見てんだよね、お父さんのことね。こっからね、こうやって。またね、寝てるなーって見てるの？大丈夫よ、お父さん。ポミと一緒に寝たいんだって。ポミもお父さん、チキ泣こうって聞くとニコニコして、チュキチュキって言うじゃん。ポミくん、お父さん大好きなんだよね。お父さん、チキ泣こうどこですかって言うと、ポミくん絶対来るもんね。ヨーグルトついてますけど、ここ。お父さんとずっと一緒がいいんじゃないの、ポミちゃんは。楽しいし。お父さんとポミはバディだって言ってたよ。ポミもそうなんでしょ。ポミた、今日花火ドーン見てきたけど、明日ドーンするからね。いつも私、花火ね、上がってる時にさ、家にいないからこの子たちがどうしてるのかがわかんないんだけど、去年お父さん一緒に見たって言ってたけど、ポミは窓から一緒に見たって言ってたから大丈夫なのかな。ポミくん、タメちゃん花火ドーン今年初めてだからさ、ちょっと見ててあげてくれる？大丈夫よって、怖くないからねって。ね、お願いできるかしら。タメちゃんのことお願いしていいかしら。いい？ありがとう。ちょっとお留守番ね、長いと思うけど、みんなで仲良しして待っててくれしいに。なぽみくんも今日一日ありがとね。ゆっくり寝寝してください。おやすみ。おやすみ。おやすみ。ぽみくくっぽい。おやすみくっぽい。おやすみ。たむちゃんもおやすみ。たむちゃんいいとこで寝寝してるわね。あったかいのようなんだよね。よかったね。お父さん一緒に寝寝してくれて嬉しいね。たむちゃん今日花火どう見に行ったんだけど、あれ明日ドーンって大きい音鳴って、お空キラキラキラって綺麗になるやつなんだよ。初めてだよね。どうかな、たむちゃん。大丈夫かな。外から音が聞こえるとね、ママは言うから、ちょっとそれが私心配なんですね。お留守番ほんと大丈夫かな。タメちゃんお外から落としても怖くないよ。大きい落としても大丈夫よ。タニ君もコミ君もいるもん、大丈夫だからね。ねんねんしてたらママもお父さんも帰ってくるから。コミ君花火知ってるからね。コミ君に聞いてみて、大丈夫だよって言ってくれるよ。コミ君、タメちゃんねんねんしなさい、落ち着きなさいって言ってくれるね。大丈夫だからね。お利口さんにお留守番しててくれる？よろしくお願いしますね。タメちゃんも今日一日ありがとう。ゆっくり寝寝してください。おやすみ。おやすみ。おやすみ。タメちゃんグッベイビー。おやすみグッベイビー。おやすみ。
お父さん万歳スタイルで寝ておりますね。夜中もこの万歳スタイル多いんですね。ちょっといびきかいておりましたが、かなり寝不足なのでね、ソファーで寝ちゃうだろうなと思ってたんですけど、目覚ましかけたかなっていうのだけ確認して、私は2階に上がろうと思います。お父さんもおやすみ。本日も無事にベッドに入りました。ただいま1時になります。お父さんですね、食後もうね、絶対にソファーで寝ちゃうだろうなと思ってたので、まあ、そのままもうね、掘ってきちゃいました。昨日ビログ撮ってなかったんですけど、お父さんね、仕事行ってで8時ぐらいに帰ってきて、でまたね10時にね仕事に行ったんですね。夜ね1時過ぎぐらいかなに帰ってきて、それで今日はね社長空港まで迎えに行かなきゃいけなくて、そのまま仕事だったから朝ね6時ぐらいかなに出てったので、あんまり寝てないからね、お腹いっぱいになったらやっぱね眠くなっちゃうんだろうなと思って、顔にねソファーの跡がついておりましたが、で結局ね明日も仕事になってしまって、昨日ね夜遅くに帰ってきた時点では休みになるって言ってたんですけど、結局今日の夕方かな連絡もらってやっぱり仕事っていうことになったので、明日も朝早いみたいだし帰りも遅いとか言ってたから、もしかしたらね花火の時間にも間に合わないかもしれないので、またね今年もパーティーパスするかもしれないんだけど、今週それで土曜日も仕事行くって言ってたから日曜日だけみたいで休み、なかなかねハードなので、休める時にね休んでももらえればいいかなと思っております。なので私一人で明日は平沢家のパーティー行こうと思ってるんですけど、6時からかな、もう昼間の部はちょっと大変になってきてるからっていうことで夜のデザートナイトにしますっていうことなので、私はとりあえずポップコーンマシーン持ってこうかなと思ってるので、ポップコーンマシーンとコーンもね2袋ぐらいあるんだけど、それから先々週かなに買ったんだけど、まだ全然大丈夫だから、コットンキャンディー風味のグレープを持っていくつもりでいるので、今日ね洗って袋にね詰めました。でね夜はね結構冷えるので防寒対策だけねしていこうかなと思っております。それでは本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。